トイレでこれらのことを気を抜いてしまうとですね、一気に運気がね、だだ下がりしてしまうんですよね。こんにちは、矢野慶三です。幸運スマイルチャンネルへようこそ。ところで10月20日に発売された開運ハウス、今ね、いろんな本屋さんでも手に入るようになってきてますので、よかったらね、購入いただいたら、後書きのところに QR コードがあります。これを読み取っていただくとですね、プレゼントが手に入りますので、ぜひね、手に入れてみてください。では今回のタイトルに行きましょう。今回ね、気を抜くと一気に暗転するトイレということで、すぐに改善しないと運気だだ下がりますよって話をしたいというふうに思います。トイレはですね、あなたの思っている以上に運気に影響を及ぼすことがあると私はね、実感してるんですけれども、さらにね、これ気を抜いてしまうとですね、一気に運気をね、落としかねない事態にね、当てはまることがあるんですよね。いや、そこで今回ですね、気を抜くと一気に運気をだだ下げする〇〇についてね、お伝えしようと思いますので、最後までご覧ください。そして動画の一番最後に質問に一つお答えするコーナーもありますので、お楽しみに。そして私は普段矢野慶三公式 LINE というのをやっていて、ここでね、5本の動画をプレゼントしております。概要欄のね、一番上のあたりリンク先ありますので、ぜひフォローお願いいたします。はい、ということでね、その1聞きましょう。その1はこちらです。マットをね、月1で変えているっていうところからいきたいんですけど、これね、マットっていうのはトイレのマットなんですけど、どれぐらいの頻度で変えていますかっていうね、質問をすると、これね、若い女性の間ではだいたい週1回から月1回程度変えるっていうのが、インタビューというかね、アンケートで出てくるんですよね。でね、本当に月1回なんですかって話をすると、男性がいないから大丈夫っていうふうにして答える人がいるんですけど、これね、実はその考え方非常にやばいんですってことを言いたいと思うんです。もちろんね、子供が行っておしっこをこう散らかしてですね、マットがすぐに汚れたら 2,3 日で変えるのは当然だと思うんですけども、普通にね、トイレを流すときにそういうふうに汚さないっていうふうに思っている人も、実はですね、これトイレを流すときにトイレの中にある、水がですね、飛沫が飛散して、だいたい流すときに90センチぐらい飛ぶんですよね。この事実をご存じない方が多いんですけども、これね、よくよく考えてください。月1にするとですね、もうそのマットっていうのはすごい汚れを吸着した不浄な状態になってるんだということなんですよね。なのでね、この月1回っていうのは本当にね、やめていただいて、どんな家庭でも週一遍はね、変えるってことをしてください。それで変えないとですね、マットを置いてる意味がないと。これね、本当に気を抜くと一気にね、そういう状態になるので、気をつけてみてください。そしてその2です。その2はですね、人に貸すのが恥ずかしい状態のトイレっていうのもね、これね、本当気を抜かないようにしてほしいんですけど、どうでしょう、あなたの場合はちょっとね、トイレ貸してもらえますかって言われたら、どうぞどうぞって言えるかどうか、これ素直にね、即答で OK 出せますかっていうことなんですけども、もちろんこれ即答を出せる人はいいんですけども、これね、躊躇したり見られたくないなと思ってる人は、本当にすぐにね、改善する必要があると捉えてほしいんですけども、なぜかというとですね、このトイレを躊躇なく貸せるっていうのはですね、普段から人とのつながりをすごく大切にできている人じゃないと、そういったことがね、できないっていう側面があるからなんですよね。なので、トイレが人に貸せないような状態っていうのは、普段から人とのつながりをちょっとね、不義理をしがちなところがあるかもっていうふうにして改めていただきたいんですよね。なので、このトイレはですね、このコーンスマイチャンネルで提唱している1日10分掃除をね、することで、この躊躇なく貸せるトイレにしていくということを今すぐですね、コミットしてすぐにね、この後動画を止めて、トイレ掃除もしていただけたらなというふうに思うぐらいなんですよね。ぜひね、チャレンジしてみてください。そしてその時その3はですね、床に NG のものを置いているトイレってやつなんですけども、基本的にトイレの床っていうのはできるだけ物を置かないことが重要なんですけども、じゃあ何も置いてはいけないんですかという人もいるんですけども、もちろんね、先ほど言ったマットとか、あとスリッパ、あとは掃除道具で、大体この3つはいいんですけど、それ以外はね、置かないようにしてほしいということ、あとだからゴミ箱かな、それぐらいですよね。だからそれ以外のものは置かないようにしてほしいというふうに思います。で、特に床に NG なものっていうのがあるんですけど、それが一体何かっていうと、このね、トイレットペーパーとか雑誌とか本とかの紙類なんですよね。この、床の方にですね、雑誌をざーっと置いていたり、本を重ねていたり、そしてトイレットペーパーも裸のままで置いているとですね、何が起こるかというと、さっきも言いましたけど、飛沫が飛散して紙に、ね、べったり吸収してですね、雑菌まみれになるからなんですよね。なので、雑菌まみれになったトイレットペーパーとか本とかを触って、そして、ね、もし手を洗ったとしても、雑菌が残っていたりとかしたら、本当にね、手が本当に汚れている状態になって健康を害す可能性があります。そしてね、トイレで、ね、手洗うのを忘れてしまったら、本当に手はね、大変な状態
になるぐらいのことが起こるので、やはりねこういう紙類は床に置かないように本当に気をつけてください。とにかくね今すぐ片付けてみてくださいね。はい、ところで突然ですが、お知らせです。私は全国でね今出版記念講演会をやってるんですけども、この出版記念講演会はですね、本には書ききれなかった夢をどんどん実現する人のですね OS をね、自分にインストールすることができるというね、90分の、出版記念講演会になっております。現在ですね日程の方はこの12月3日の沖縄、4日の博多、10日の札幌、11日の岐阜、そして18日の岡山、そして1月の28日の大阪と、2月5日の、香川、これらがね決定してますので、ぜひね概要欄にリンク先貼っておきますので、ぜひねそこから申し込みしてみてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、そしてその次その4です。その4はですね、照明が暗いってやつなんですけども、どうでしょう、あなたの家のトイレの照明は明るいですか、それとも暗いですかって言われたら、少し落ち着きのあるような暗めにしているって人もいたり、すると思いますし、矢野さんが言うようにそんな明るくしたらなんかトイレってなんか白々しくならないのっていう人もいるかもわからないんですけども、これねよくよく考えてほしいんですけども、トイレの中が暗い場合はですね、自分の、出した排泄物を見てですね、自分の健康状態を見るっていうことが難しくなるんですよね。なのでね、病院のトイレのようにすごく、明るくして健康状態が見れるようなぐらいは家庭のトイレではあってもいいと私は思うんですよね。そしてね、あとはね、トイレの汚れ具合がね、暗かったらごまかすことができるんですよね。よくね、飲食店とかのトイレが暗いのはですね、汚れが目立ちにくいようにしているっていう側面も実はね、あったりするんですよね。なので、ここでね、家とお店では違うということを知っていただいて、できるだけ家のトイレはですね、明るめにして、そしてね、しっかりと清潔感を演出するということをやってください。トイレでね、自分の健康状態に気づいて、病院に行って、それでね、助かるという人もいるぐらいですから、ぜひね、トイレは明るめでやってみてくださいね。そして最後はね、根本的な話なんですけども、匂いがしているっていうトイレ、これはね誰にとってもね脳が一瞬にして不快になる、これね本当に避けたいとこなんですけども、ただねこういう話をするとどうやっても匂いが取れませんっていうふうなコメントが入ることがあるんですけど、これね実際本当にそうなのでしょうかっていうことなんですよね。というのもですね、例えばトイレっていうのはもちろん便器をね、しっかりと磨き上げる、もちろんこのアンモニア臭がするのでそれに合わせた洗剤とかちゃんと使ってね、きれいにする必要あるんですけども、便器と床、壁、天井、これ全部をねきれいにやると匂いはね確実に消えると思います。でね、これ1日1分、10分掃除でいっぺんにね、やろうとするんじゃなくて1日10分掃除でね、コツコツと数日に分けてやっていただいたらいいというふうに思いますので、ぜひね、これらをやると確実にね、匂いの根本がね、除去できるというふうに思います。そしてその上でねやりたいのは、この匂いを断絶した後にあなたのお気に入りのお香とかアロマで、香り付けをするってことをやってみてください。特にねトイレとかを浄化するっていう意味でもペパーミントとかねユーカリとかそういった香りのものが合うというふうにも言われているので、ぜひねあなたのお好みの香りで、トイレをね本当に気持ちのいい場所に仕上げてみてくださいね。はい、ということでね、最後にまとめをしておきますけども、マットの盲点ということで、男性がいないから買えないというのはこれ非常にまずいんですよって話をさせていただきました。どちらにしても週に一遍は最低限買えるぐらいは必要だって話をしております。そして2つ目ね、躊躇なくトイレが貸せれるかどうか、これですね人との付き合い方のあなたの姿勢が見えてくるということでもあります。そして3つ目はね、床に NG なものを本当に置かないように、特に紙類なんかは雑菌まみれになるので気をつけてください。そして4つ目はね、照明が暗いというのも自分の健康状態が分からなかったり、トイレの汚れ具合もねごまかし気味になっちゃうので、これね明るめにしてくださいね。そして最後、匂いを完全除去ということで、これ確実にできると思います。どうしても自分で無理だという時には業者に来てもらったら確実に匂いも取れますから、ぜひね、そういったところに、ちょっと投資をするということでもいいのでやってみてください。はい、ということで今日の話ね、まずあなたが実践できそうなところからでいいので実践して、実感してみてくださいね。そして、矢野啓三チャンネル、これサブチャンネルですけども、一級建築士として家づくりとか、建築を作るということに関した特化したですね話をしております。興味がある方はね概要欄にもありますので、一回見ていただけたらなと思います。そしてもう一度お知らせです。私は普段矢野啓三公式 LINE というのをやっていて、ここではね例えば運気が上がる観葉植物の選び方という動画をはじめ残り4本の動画をプレゼントしております。概要欄の一番上のリンク先ありますので、そこから友達申請していただいたらすぐにあなたの LINE でこの動画が見れますので、ぜひね、友達申請してみてください。
そして、この公式 LINE 以外にもですね、私はアメブロではこぼれ話、Twitter で日々の気づき、メルマガで家づくりに特化した情報、そしてボイシーで言いたいこと言いまくるということをやっております。すべて概要欄の下の方にリンク先ありますので、ぜひねフォローお願いいたします。それでは最後にですね、ご質問にお答えするコーナーですということでね、今日のご質問者の方は、こちらですね、ポコタンさんかな、うちは西にガスレンジがあり、やはり金運がありません。西にミリオンバンブーと焼き塩を置いていますが、効果はあるでしょうかということで、ポコタンさんね、これ、もちろん効果がありますけれども、これを置いたからということで金運が上がるわけではないんですよね。この金運を上げるというのは、実際にお金が入ることに対してアクションを起こすときに、このねミリオンバンブーとか焼き塩がちゃんとね後押ししてくれるということなので、ここで必要なのは金運が上がる行動を取り続けるということになります。なのでね、ぜひそれをセットにやってみてください。必ずねいい流れが来ると私は思っております。はい、ということでね、今日の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に積年なことを心からお祈りしております。最後まで聞いていただいてありがとうございました。